福島と杉村は同じ丸杉所属、28歳の福島、そして後輩の杉村は20歳です。こちらが清水本田。もともとこの2人は日立化成というチームで同じチームメイトでした。去年の全日本総合、その大会を終えて本田絵里奈は一度引退を表明しました。しかし今回かつての相棒と全日本総合予選から出場しています。本田が前に出ているスマッシュを決めた。清水のプッシュが決まった。福島杉村反応できませんでした。この強烈なプッシュ、福島が少し避けるような仕草を見せました。本田反応しましたがこれは拾いきれません。徐々にその差が開いています。大きな展開になってきた。次ならジャンピングスマッシュがあります。おっと体勢を崩した。しかし拾う。これはネットだ。杉村が体勢を崩してチャンスを作りましたが、ここは惜しくもネットに阻まれてしまいました。よく返しました杉村。杉村先ほどのプレーで足をひねったんでしょうか。あ、ここで足をひねってしまったようです。杉村にとってはこの全日本総合が初出場。その準々決勝で先ほど足をひねってしまいました。これ本田大きな展開に持っていく。これはアウト。杉村少し先ほどひねってしまった右足が響いているでしょうか。じりじりと清水本田がその差を詰めてきています。福島の強烈なスマッシュ。ここは本田のショットがネットを越えませんでした。福島杉村21点に到達。第1ゲームは福島杉村ペアが取りました。福島のスマッシュ決まった。ここは強烈なスマッシュを決めた福島。このスマッシュ、この強打があります福島。これで3連続ポイント。清水チャンスだ。崩していく。3連続スマッシュ。ここでプッシュ。プッシュの応酬だ。ここは2人のコンビネーションが合いました。清水本田の得意とする速い展開、福島も苦い顔を浮かべました。この猛攻に耐えることができませんでした。後ろから清水。後ろから強烈なスマッシュを浴びせていく清水でした。18点目、逆転です。
本場が前に出ています。これは拾いきれませんでした。コートに倒れ込む様子もありました。ここはいいコースを狙った福島。第2ゲームは接戦が続いています。ラウンド側から本田、今度は清水。ラウンド側から清水の強烈なスマッシュが続いている。今度は1点、杉村が攻撃に転じた。ここで決めていった杉村。右足の怪我を感じさせないような動きでした。このスマッシュです。後ろから本田、これは厳しいコース。杉村のスマッシュが続いています。この強烈なスマッシュ、このプッシュで決めた杉村。猛攻を仕掛けていった。これでマッチポイントの福島杉村。ここで決められるか。決めた福島杉村、ベスト4進出。最後は相手のミスを誘いました。福島杉村ペアがストレートで清水本田を下しました。日に日に良くなっている部分もありますし、まあ、ミスしてもすぐ切り替えて次一本取りに行けていたところも良かったんじゃないかなと思います。自分たち本当にこうノープレッシャーなので、まあ、どんどん杉村には思い切ってやってもらって、まあ、本当に自分にとっても杉村にとってもすごくいい経験だと思うので、多分ひねってると思うので、まあ、ちょっと、まあ、どうかわからないですけど、まあ、今治療行ってるので、まあ、明日に備えてどうするかっていうのは今後考えていきたいなと思ってます。まあ、杉村がどれだけできるかっていうのは自分はそれをサポートするだけなので、まあ、そういう気持ちで、まあ、自分も思い切り精一杯頑張りたいなと思ってます。